こんばんは。12月5日午後7時になりました。第319回ですか、しゃべくりマスローの時間になりました。今日のマスローなんですけれども、予想最高気温は13度でしたかね。だけどもね、今日はちょっと豊坂にいたんですけどね、暖かったですね。上着がいらないぐらいでしたね。ということで、今日も生放送でお送りしております。今帰りましてね、慌てて新聞見たんですけどね、三田組はないですよ。イタリア首相 G なんでね、 G 表明、それから山形の、ね、反町監督は続投って書いてありますね。チャレンジしていくなんていうようなね、トップ記事にあります。ということでね、今日はですね、社会福祉協議会のですね、ドライバーのお二人のおいでいただいたんですけれども、まずですね、ちょっとこちらの方にですね、社会福祉協議会の地域助け合い事業のね、ことが書いてありますので、若干説明させていただきますと、こちらの方にありますけれども、地域助け合い事業ですね、この中にですね、いろいろあるんですけども、松代地区が、ね、こちらにありますが、松代地区、こっちか、ここですね、松代地区、いろいろあるんですけども、松代地区も入っております。で、この地域助け合い事業なんですけれども、こちらにですね、利用会員さんがいらしてですね、利用会員さんいらして、それとあと協力会員さんですね、協力会員さんがこちらにお二人にお見合ってるお二人です。それでその中を取り持つのが、社会福祉協議会コーディネーターということでございます。で、その地域助け合い事業の中には、家事、次の横になりますかね、家事援助と福祉移送というようなことがありましてですね、お二人はその福祉移送のドライバーをされているということなんですね。ということで、お二人紹介しなかったですね。今日は、ドライバーの宮下さんと宮林さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。ということでね、二人、先週ですかね、土曜日に表彰されたということなんですけども、皆さんこれですか、何の表彰されたこれですか。あ、そうですね、それをいただきました。これ、はい、これを宮林さんもいただいたんですか。はい、はい、同じもんですかね。同じもんですね。はい、はい、これ何に表彰されたんですか。これは真っ白は福祉事業の一環として、うん、表彰、功労表彰ということで、うん、いただきました。あ、はい、そうですか。これお二人ね、いただいてどうですか、お気持ちは。そうですね、よかったって嬉しい、まあ、私ももう、うん、後期高齢者になっていますけども、表彰って嬉しいもんですね。嬉しいですよね、どうですか宮林さん、嬉しいですよね。うん、嬉しいですよ。おどけて。あ、そうですか。おどけて嬉しい、まあ、嬉しい、嬉しいというのは嬉しいんですけども、うん、自分で、お手伝いしようということでやりだしたんで、うんうん、表彰、まあ表彰いただいてこんなこと言うことはねえけども、うん、本当に、おどけています。おどけてますね。はい、わかりました。それでまあ表彰されたということなんですけども、宮下さんどうですか。その何年ぐらいされてるんですか。そうですね、この表彰の段階ではもう19年もう過ぎてるんですけども、うんうん、もう年明ければもう20年の枠に入ってきますね。あ、宮本さんはどうなんですか。私は平成15年頃からですから、うん、まあ、14、15年ですかね。あ、なるほどね、はい、そうなんですか。今こちらの、ね、写真がね、これがあれですか、このおととい表彰された時の写真ですか。これが、はい、あ、これは表彰される時ですね、はい、はい、でこの上が、これが、あ、花束もらってますね。花束合いますね。 いい男に花束っていいね。そう、あ、いいじゃないですか。いい匂いしてよかったです。あ、そうですか、いいですね。はい、こちらの写真は、これは、あ、これは社会福祉協議会の車ですね。そうですね、今年28年度に、うん、27年度ですか、うん、
車の更新で、うん、私が初乗りをやる。あ、なるほど、いいですね。まあ、記念に、撮っていただいた写真ですけど、でその下もこれは宮林さん、あ、はい、運転してるとこですね。あ、宮下さん、そうですね、宮下さん、すいませんね、これが仕事始めてスタートしてるんですね。あ、なるほど、うん、あ、そうですか、いい思いですね、そんなことよりまだまだあるんで、はい、でこれはあ、これが宮林さんですね。あの草原出かけるとこですね。あ、出かけるとこ、はい、行ってくるよって言ったとこですかね、はい、怖いコーディネーターいたから、はい、手振ったんです、はい、ですでこれは記念写真ですか。はい、はい、同じですね、はい、それからこれは何ですか、この写真は。あ、出発式、これは出発式か、出発式だね、これ、うん、なんかもらってるのは宮下さんですね。そうですね、あ、今のスコヤカゴの車の出発式の、うんうん、記念に、撮影していただいたもの。ああ、そうですか、うん、はい、この下はこれは、あ、テープカットしてますね。あ、これは車のあれですか。これは今度は何ですかね、スコヤカゴの2号車。あ、2号車2号車のテープカットか。あ、テープカット、テープカットですね。あ、テープカットですね。あ、なるほどね、はい、それでこれは横になってる。あ、これは違う、あ、これは違うんだ、うん、これはいいや、はい、ということで、わかりましたということで、ですね、まあ、ドライバーされてるってことなんですけども、お二人あれですかね、もともとのそのお仕事っていうのはどんなようなお仕事だったんですか。そうですね、私たちのちょうど、うん、就職する自分っていうのは、うん、割合と勤めがまだまだいいところっていうか勤めが少なくてね、うんうん、それでまあ、一応まあ免許を取って、それから何ですかね、その会社で、少し整備をやったり、うん、それでまあ一応まあドライバーってことは交通機関ですね。そうですね、ああ、そうなんですか、まあ、一応交通機関、あ、そうなんですか、スタートなんですけども。あ、そうですか、はい、宮林さんもそうなんですか。いや、宮林さんと同じ、うん、地域の交通機関におりました。あ、ということでそういう交通機関にお勤めだったんですけども、まあ、今ね、福祉自動車のドライバーということなんですけども、うん、どうしてその福祉自動車のドライバー、崇高な気持ちから私はドライバー、ボランティアをやろうということの、宮下さんどうなんですか、そのドライバーになったきっかけっていうのは。そうですね、定年まで、まあ、一応、うん、まあ、プロのドライバーとして、うん、プロのドライバーとして、はい、まあ、一応定年になったわけで、うん、それで、まあ、たまたま私のうちも農家でおりまして、うん、もう親も本当に年をしてきて、うん、特に母親が体弱くて、うん、まあ、一応いて、それで、まあ、月に1回は自分は市の保健具さんがね、うんうんうん、訪問に来られて、はい、で毎月毎月1回ずつ、うん、来ますの で、うん、で私はまあちょうど立ち会いでいろいろな、うん、お話を聞いたりしている中で、うん、その看護婦さん、うん、訪問看護婦さんが、うん、に、うん、何回となく来ている中で、うん、宮下さんはいい感じだね、一つ月に 1、2 回でいいからお手伝いする していただければありがたいな。それが福祉自動車、それが福祉自動車の誰なんだろうね、それに、まあ、乗っちゃってって言えばいいけど、乗っちゃってね、まあ、よかったですね乗っちゃって、うん、そうなんですか、まあ、しばらくはね、まあ、その気にはならなかったんですけども、うん、たまたま乗っちゃって、まあ、ドライバーで定年になってるから、うんうん、運転はまあ自信
はありまして、よしさんまた、あ、なるほどね、人気合い入れてやれようかなっていうような気持ちでおりました、それで現在に至ると、はい、現在に、ね、はい、宮林さんはどうなんですか。あ、私はね、はい、あの当時あの地域 の、 あの、うん、区長をやったんですけども、うん、その時にあの社会福祉協議会の会長さんがね、うん、友達だったんですよ。あ、なるほど。でちょっと、うんうんうん、お手伝いするじゃねえかなんていう言葉をかけていただいたもんですから、うん、それからまあお手伝いするようになって、まあ、15年っていう過ぎたですね、はい、いやその大変失礼なんですけども、うん、お二人すごく若く見えるんだけど、お年なんか聞いちゃっていいですかね。まあ、まあ、ダメか。結果のお話あれってことで、は、はい、まあ利用者さん、うん、ね、私も今なしの、うん、まあ、高齢になってるんで、うん、利用者さんにあんまりお年のことを言われると、うん、利用されああそっか、せなくなっちゃうんで、お年ね、あんまりダメだな、うんうん、若造ダメだってな、そんな若いもんにないもんでたらさすがダメだということで、はい、若いんだね、はい、はい、宮林さんも若い、私、はい、若いですよ、若い28、あ、アペコベ、アペコベ82歳面白い、はい、座布団あげますかはい、うん、ああなるほど、はい、ということで、あ、素晴らしいですね、若く見えますね、本当に、 ありがとうございます、ね、ということで、あの、まあ、すげえ お二人ね、お若いんですけども、うん、その運転してるときにね、特にその注意するっていうのは、どんなところに宮下さん、注意してますか、特に注意してるところは。そうですね、まあ、最初から最後まで注意するだろうけども、特にその、うん、こんなところには絶対注意してるぞっていうところありますか。まあ、福祉ドライバーで、どうしてもプロっていう、その世間の目が見られてるんで。うんうん、私の朝のスタートの時は、うん、今日はもう事故でやるんだっていう一つの誓いっていうかね、ゴールに誓いを、うん、気合を入れて、うん、それからスタートするんですけど、うん、何しろソフトな運転、うんうん、特にあの車椅子輸送の時は本当にカーブは遠心力の力で、うん、どうしてもあの足の崩れる心配があるんで、うん、そのカーブのソフト の、 あのブレーキの使い方っていうのは本当に神経使いますよね。それとどうしてもね、停止の時は、まあ、何でもそうだけどソフト、うん、ソフトで有吉さんに刺激のないよう な、 なスムースな運転がスムースな運転だ、うん、いいと思いますね、はい、宮林さんもどうですか、うん、まあ、今、はい、皆さん、まあ、のルール説明していただいたんですけども、うんうん、まああのまず第一は安全運転ですね、うん、あ、そうですね、はい、まあ、あのこういうふうなあの仕事をしているとどうしても毎日のことですからね、うん、まあ、安全運転についてはもう身についているようなもんで、なるほど、はい、まあ、安全運転が心がけるってことですね、はい、安全運転の塊だな、塊安全運転の塊だな、固まっちゃいけないけどなるほどね、はい、わかりましたそれでその利用者さんね、何人かいらっしゃるんですけど、うん、利用者さんというのは何人ぐらいいらっしゃるんですか。100人ぐらい、もっとどうなんでしょう、100人ぐらいはいるのかな、ね、あの地域全体で、うん、なるほどね、はいはい、それでその年齢っていうのはどのぐらいなんですか、その利用者さんの。だいたいもう70、80、最高年齢の方は90過ぎてるっていうような方もいらっしゃいますけど、たまにはね、あの体をご不自由にされて50歳代の方もいらっしゃいますが、はい、なるほど、そうですか。それでね、あのもうだいぶね、こちら進行下手でだいぶ時間も過ぎちゃったんですけども、お二人にはね、そのなんかポリシーっていうか座右の銘というかね、その日頃注意してることは生活の中であるということなんだけども、宮下さんはあれですか、食べること、何でも食べること。そうですね、ポリシーっていうか、うん、あ、まあ一番は何て言ったとも健康管理はうんと大事なんですね。なるほどね、うん、だからそれ、まあ、たまには何すんかね、うん、油というか何、うん、すんだ、一杯は飲みたいですね、うん、どうしてもね、うん、なるほどね、健康に注意すると、はい、そう、健康に注意してね、やることが一番かな。そうですね、宮林さんはなんかすげくいい座右の銘があるみたいじゃないですか、うん、あのこの言葉はね、うん、あのテレビだか雑誌だか、うん、新聞だかちょっと、うん、記憶にちょっと、ね、なくなっちゃったんですけども、うん、今は宮林さんの言葉だな、かきくけ子の生活っていうことでね、あの「か」は感謝、はあ、「き」は気配り、
苦は工夫すること、工夫、なるほど、毛は健康でいること、健康だな、はいはい、子は好奇心を持つと、なるほど、宮川さん出て言ってんじゃん、はい、いやいや、まあ、そのつもりではいるんですが、あ、そうですか、まあ、感謝という気持ちは一番いいんじゃないですかね、なるほど、はい、分かりました、やっぱり、いや、夢もそういうことですな、あの宮下さんもね、はい、そうですね、若々しくいると、はい、おいしいものを食べて、はい、ね、好き嫌いなくということですかね、はい、はい、ということで、ね、だいぶ時間も過ぎちゃって申し訳ないんですけども、宮下さん、その最後にね、一言ずつ、どうですか、そうですね、町の方、それから見ていらっしゃる方に一言ずつお願いします、そうです、短くていいですから、はい、はい、最近あの高齢化がどんどん進んでるんで、うん、まあ、その輸送は、まあ、私はプロですから、まあ、やってるんですけども、それをお手伝いしてくれるドライバーさんがもう少し積極的に増えれば、あ、本当に、この町の福祉の関係もうまくいくんじゃないかなと。それは誰でもできるんですか、例えば極端な話、私がやりたいったらできるんですか、うん、まあ普通免許じゃダメなんですけどね、普通二種が抜けちゃう、二種、二種はどうしても二種ね、お客さんのお世話になる、ね、なるほど、じゃあちゃっと誰でもできるってわけじゃないんだね、あ、そうですね、あ、なるほどね、はい、じゃあそういう方はぜひね、お仲間に入っていただいてボランティアしていただいてということですね、はい、宮林さんはどうですか、そうですね、うん、今あの宮内さん言われるように、あのこの後続いて、うん、お手伝いしていただける運転手さんにはね、うん、安全運転に、うん、まずは安全運転、うん、と同時に、まあ、あの今言ったような形で感謝する気持ち、うん、あるいは気配りをして、うん、利用者さんに、丁寧に運ぶというようなことをやってもらいたいなと思います、うん、また今もあの真田丸の設定で NHK の大河ドラマも今月終わるんですが、あのドラマのようにまあお互いに協力しながら、またマッスル全体がもう活気づくような形で、これからまあご協力をしていただき、また私も微力ながらまあ協力をしていきたいなというふうに思ってます、はい、分かりました、はい、ちょうどね、時間も過ぎちゃったんですけども、今日は本当にお忙しい中ありがとうございました、どうもありがとうございました、ありがとうございました。予告放送じゃなくてお知らせを、お知らせ、はい、ちょっと先になりますけど、はい、あのクリスマスのミニコンサートが樋口邸でありますということで、はい、旧樋口邸住宅で1時半から3時まで、はい、12月23日の金曜日、はい、コンサートありますのでね、はい、また皆さん入場無料とお出かけください、まあ、もともと無料ですね、はい、ございます、今日はね福祉のお話でね、コーディネーターの方も、まあ、今日は画面で出ませんでしたけどおいでになられてということで、ね、多くの人から、来週は、はい、来週の予定は
もういきなり言っちゃうの、せっかくコメント言ってるのに。まあいいです、はい。320回は、真田大博覧会を振り返ってということで、ちょうどこの12日で終わりますよね。はい、はい、で終了しまして、エコールド松代の、半田さんは事務局長さんか、事務局長さんはあれか、代表が八田さんか、代表あれ事務局のね、マガルさんが事務局長。ああそうかそうか、はい、半田さんは事務局、事務局ですね、はい、パーソナリティをしていただいて、はい、着物専科の中澤和子さん、あおいでいただいて、いろいろね、あの着付けの関係もお催し物あったようでございます。でそういったことも含めて、お話をいただくということで予定をしております、はいはい、よく詳しく聞いてないですね。聞いてますか？全然内容はね、分かりませんけど、またあの番組をご覧いただきたいというふうに思います。中身については来週、はい、ぜひご覧いただきたいということですね。はい、はい、分かりました。それでは来週のしゃべくり松郎、どうぞお楽しみに、はい、お楽しみに。